はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。前回の動画の答えをここで発表したいと思います。はい、まずはこちらの、じゃあ続きの動画をご覧ください。どうぞ。はい、ここで皆さんに問題です。今まさにアレンジメントが出来上がりました。ここで僕がね、気に入らない部分をこれから直します。それはどこでしょうっていう問題です。3択でいきます。まず1番、上にドラゴン柳がこう入ってますよね。そのドラゴン柳のラインがもっとこう洗練したくて、枝をさばいてドラゴン柳の枝をハサミでさばいた。2番、ケイトウが上にもこう入ってますよね。その系統がちょっと固まりすぎてて強烈なイメージだったので、それを少しこう段差をつけてずらして、そのインパクトを少しこう弱くした。3番、下にこう輪道が入ってますよね。その輪道がちょっとこう色が弱いので、少しこう足して、輪道を足してブルーのイメージを強くした。この3択でいきたいと思います。はい、もうこれで答えが分かりましたね。2番の系統のが強烈だったから少しこうずらしたっていうのが、答えです。こうアレンジをしていて最後に、まあ例えばここに水月が大きく入ってたり、上にドラゴン柳が入ってたり、まあ、ユリがこうボンボンボンって3箇所入ってたりするんで、まあ、それに合わせて系統もドンとこう最初にね、赤いのそれを見越してね、赤い系統をドンとちょっと高さを少し変えたぐらいで入れてインパクトをそこにつけたんですけど、まあ、意外とこう、まあ、水月のピンクとかが柔らかい色だったんで、系統のその赤がすごくこう強烈すぎたんですね。なので少しこうそれを和らげたんですね、バランスを取るために。なのでああいう風に直しました。これが答えです。皆さんの答えは合ってたでしょうか。はい、まだね、こういう、問題の動画も、問題クエスチョンの動画も、どんどん作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも参加してみてください。はい、ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time.